あ今回は言うて探索絶対短いんだよな。寒くて探索できんかもしれない。いや本当やね、もう近いね。動画回ってる時に全く関係ない話なんだよな。あ、そっか、回ってたんやって。ブチ切っといて。うわ、ガラスが曇り始めてくるの、そんな寒いの。俺とムイ君の温度差みたいに。あれか。見えねえ。あれや、あれやね。ないよ。これ行けたっけ、ね、道。大丈夫だと思います。あなたのことを忘れるまで。これって言っても分かんないんだろうな、動画でも。分かるのか、ちょうどなんかうっすら影になってるだけで。あ、夜空が綺麗。あれから僕たちは この絵面は珍しいな。二人ともマスクしてるって。はい、無理です。違う。何をごまかそうとしてるの。はい、無理2号です。無理が増えました。はい、どうもじいちゃんはんです。どうも、はい、こんばんは。俺の頭の中でもこんばんは。寒いね。寒いですな。12月の撮影はやっぱり久々やね。ね、今日は何やったっけ、どこや、ここは。そう、あ、滋賀だ。調べてないや。はい、滋賀の。滋賀県、また滋賀県来ちゃったんすよ。今日はね、サラダパンじゃないんですよ。はい。まあ、近いうちにあっちもまた行きましょう。行きたくねえな。なんでこった。さあ、ここは何やったっけ、説明して。滋賀の森。滋賀の森。そんな武装のあれじゃない。新しいに開くだったかな。で、滋賀の森。辺り一面畑しかないこの場所になぜかポツンと取り残された森、それがこの市街の森です。森の木を切ると呪われるという言い伝えがあることから誰も手を出すことができないのかもしれません。木を切ると呪われるって実際あるんですかね、わからん。誰か木切ったんかな。要切ろうとして何かあった。だって切る前に呪われたら最悪じゃん。切ってから呪われるのは分かるけど、うん、全部切ってから呪われやいいのにな。切る前のその要はなんていうの、チェーンソーを持った人たちがここに来る途中で事故った的な、そういうあれ。そうそうそう。でも昔なのか。最近やねんチェーンソーって。分からん、ちょうどいい切るアイテムが思い浮かばない。ノコギリということで。違う、あのチェーンソーがパッと浮かんだのは今日の日付も関係あるのよ。あ、そうやん。きれいに忘れとったでしょ。どっぷりまったりこったり忘れとった。今日はね、なんと13日の金曜日なんですよ。そう、13日の金曜日っていうちょっと願掛けになるのかな、今でもそう言っちゃうと。まあそうだね、うん、この映画ができたのが13日の金曜日。そうかな。公開木曜日とかいう話はあるんですけど、確か。え、公開されたの木曜日説があるんですけど、確か13日の。うん。というわけで、まあまあまあ、それはともかく今日はその13日の金曜日っていうことで3時間かけて滋賀まで来ちゃった。言うて滋賀のなんていうの、最強スポット。最強スポットよ、ここもね。普通だったらさ、そこら辺で終わるのに3時間かけて。古くは織田信長が処刑に使っていた処刑場であった場所で、城を抜け出して城下で遊んでいた女郎たちを全員処刑したという逸話が残されており、その織田信長、うん、織田信長ってどこに住んどったの。終わり。名古屋。名古屋からここまでわざわざ来て処刑するの、目の前でいいやん。名古屋で、名古屋行って、まあそういう処刑場に使われていて、その要は処刑された人たちの骨が今も地中深くに眠っているという。本当かな、誰か知らんみたいな。
調べたら多分掘り起こされてるんだよな、本当に。だよな。まあそれは迷信でいいんだよね、どこぞのあの竜宮の入り口みたいに。それ動画化してないから確か。あれ動画化したっけ、あれしない気がする。してないな、あれは捨てられたな。お蔵入りどころか、もう影形もねえだろ。いや、ここでちょっと挟んどく。だいぶ動画で考えるけど。編集の邪魔じゃ。おまけていて。じゃあそろそろね、皆さん、その何やったっけ、うん、もうちょっとあるぞ。で、そのためこの森に入るとどこからともなく視線を感じるらしい。嘘、無駄に。近所の人やろ。近所言うても家が遠いんですけど。そう、 100m 向こうにあるぞあれ。無残にも殺された女中たちの霊がじーっと恨めしく見ているのかもしれない。そう、恨めしや、いや表です。名前の文字はやっぱり新しいに開くの森へ進化、視界の森、視界の森ん、新しい視界の森、うん、視界の森新しく開く。うん、だったらもう古い伝説は消えなさい。心霊スポット全滅するんですけれども。ではね、せっかく来ちゃったから、はい、次行ってみよう。ダメだ、8時に放送することが決まったで。本当。じゃあね、皆さん、その死骸の森、はい、行ってみましょう。皆さんも一緒にね、探索しましょう。探索はできる限り粘ろう。狭いんだ本当に。狭いよね。20メートル歩かないか、30メートル、25メートルあるか。田んぼの一角ぐらいの大きさ、一角二角。25メートルあったとしてもあれか、水泳選手だったら数秒で終わるか。超気持ちいい。じゃあ皆さん行きましょう。行ってきましょう。真っ暗。寒いな、おい、ここ思った以上に。あら、嫌だ。1枚目からオーブらしきものが取れたんですけど。どれ、嘘だろう。どれ、これ調子いいね。しれっとオーブ取れるあたり、やっぱり外れではないな、ここ。嬉しいやら悲しいやら。さあ、もうちょっと向こうから撮ってみようか。ああ、息が白い。さあ、では皆さん、行きましょう。行きましょう。いい、しかしまあ本当に何ていうの、狭いとこで砂、ね、これ忘れんようにライトを持ってきたのかな、忘れちゃう。どうでしょう、三脚もう一歩。今音がした。これどうやって行くの。さあ、これ動いとるよね。うん、パカパカしてる。うん、オッケー。なんか鳥の鳴き声聞こえた。うん、聞こえた。なんか思ったより不気味ですね。あ、電気、あ、カメラ持った。はい、今さっき、あ、これなんか向こうかな。目立つんだろうな、このヘッドライト。目立つな、俺あえてつけてねえけど。つけないとね、あのカメラ死んじゃうんだよね。そうなんだよね。さあ、なんか俺の嫌いな動物の匂いがするんですけど。鹿。さあ、皆さんここが何やったっけ。死骸の村、死骸だ。死骸の森。森。さっきの道から中に入れるのじゃないのですか。中入るの。え、入らないの。もう一回は外見じゃないの。ああ。いや、俺の嫌いな動物の練習も鹿の住処になっている可能性が。あー、俺の一番嫌いな動物の匂いがする。
やだな。肉食じゃなければセーフセーフ。え、スーパームーン。ここからも行きませんけど。ギャス。さっきのところから入るのが正解かな。じゃあなんか走りづらい、歩きづらい。ちょうど川っていうか用水路か。これはそうかな。すげえ不気味だけど、どっから行けばいいのか。なんか怖いな。動物の匂いがする。トントンする。やだ。うん、すごいする。一番嫌いな匂い。どうぞ。やだな。うん。さっきから動物の鳴き声が聞こえるんですが。はい。取らずね、難しい。難しいよ。ああ、でも。やだな、俺。この匂い。これは絶対にあれだと、猿か、うん、無知識系の匂いだよね。ごめん、そんなわからん、それは。なぜ匂いでそんな動物を特定できるのだ。猿、タヌキとかではないのですか。違うな、縄張りを共有するような動物の匂いじゃねえんだよ。なぜわかる。タンバ、俺着るもの持ってみてくる。へい。タヌ、写真撮らなきゃ。こっから入るのが正解っぽいな。一旦カメラをオフって写真をパシャッ。映るんだよな。映ってたんだよな。あれ、反対側撮っても映る。だってこれ、映らんよな。カメラ壊れてるわけじゃないよな、やっぱり。うん。なんか撮るか。6枚ぐらい撮って1枚だけ。はい。あなたデジカメ持ってくんないんですの。あなたがデジカメ持ってくんないんですの。あなたが撮った方がなんかより撮れると思うもん。そんなことはない。こっち来いよ。寒いよ。さすががフライ。あ？よいしょ。よいしょ。動物？うん、あー、ダメだ。先行って。幽霊にビビってんのか、野生動物にビビってんのか。野生動物。ほら、匂いするでしょ。うん、めっちゃなんていうの、おしっこ臭い匂いするね。あ、普通に怖いな、なんか。心霊じゃなく得体の知れない恐怖感が怖い。それは心霊か。ドア。
トレインズここ、こないだ来たって言った感覚は何なのだ。動物の匂いは嫌だ。これ獣道じゃないの。獣道でこのサイズって相当でかい生き物だぞ。もう他ではないな、この音。何の音だろう。怖いな。先進むでよろしい。うわ。これどこまで行くの。行けるとこまで違うの。ちょっとこの話すごすぎるんですけど。っていうか洞窟の匂いが嫌なんですよ。それしか言わないな。洞窟の匂いだけダメなんやて。でも動物らしい動物何今の。なんかいるな。え？タヌキなのーんって、もうなんだ。あのさ。こら。うっそでしょ、ちょっと。動物やだ。今何やったの、カサカサって。猫とかそんな小動物チックな音でしたけどな。やだ。やだ、小動物すらやだ俺。今何やったんやろ。すごいな、これ猫一匹だとしたら俺らすごい笑いもんだよ。猫だったら目光るやん、超眩しい。ああ、これマジや。ここあなた的にはどっかに祠があるはずなんでしょう。祠こっち。どっち、うん、祠こっちってさ、その祠目当てで進んでたのに。